はい、どうも皆さん、こんばんは。モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、IOST、カルダノエイダ、えー、イーサリアムクラシック、ユニスアップですね、今日は7通貨見ていきたいと思います。今日が2021年の11月の9日火曜日、今が19時33分を回ったところです。えー、今日に関しては、ビットコインを中心に仮想通貨市場をですね、全面的に上げてきているということで、非常に加熱感を伴ってね、上昇してきているという風な状況となっております。昨日ね、えー、僕の動画でご紹介しましたビットコインキャッシュだったりとか、ライトコインに関しても、非常にですね、強い上 表を見せております。 特にライトコインに関してはですね、今日も20%ぐらいですかね、上げているという状況で、凄まじいですね、上昇を見せておるわけなんですけれども、じゃあここからですね、どのような通貨が注目されてくるかということで、直近で動向が変わりそうになっている通貨がですね、いくつかありますので、そのあたりをね、中心に見ていきたいと思いますえ。それからビットコインがね、どこまで上がるのか、そのあたりもね、僕なりの考察を踏まえながら予想していきたいというふうに思います。それから結構ね、面白いニュースあります。これもね、今後期待できるんじゃないかっていうニュースがですね、ありますので、そのあたりもね、取り上げていきたいと思います。えこのチャンネルでは仮想通貨関連、それか 世界経済のニュースををピッックアップした後にに分析と戦略構築やっってていくチャンネルになっております、えーとまあ、注目通貨ですね、その時上がりそうな通貨っていうのを僕なりの視点で、えーまあ、ご紹介していると分析しながらご紹介しているっていう風なチャンネルになっておりますので、えー、ぜひチャンネル登録いただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今日のですね、仮想通貨市場の動向からまずは見ていきたいと思います。 はい。今日の仮想通貨資料ですけれども、ビットコイン3%、イーサリアムも54万2000ということで、えー、1.6%ほど上昇してきているというふうな状況となっております。特に大きかったのが、えっ、ー、と、このライトコインですね。今20%上がっています。体のに関しても、今ですね、10%ぐらい上がっていますね。まあ、こういったところが非常に強く含んできているというふうな状況となっております。まあ、体のに関しては、結構ね、あのー、重たい展開になっていたところからの、徐々に安値を切り上げて、出来高も少しずつ上がってきたという状況の中で、えっ、ー、と、体のね、あの、そろそろいくかもしれないっていうことを動画でね、直近でお お伝えししていましたけれどもその後の後アップデートですね今後どこでエントリーしていくべきか今入っていいのかその辺りをしっかりね取り上げていきたいと思いますじゃあまずはですね今日の日経平均の動向から見ていきたいと思うんですが日経平均に関しては今日、えー、2万9285円ということで0.7%ほどですねダウンしてきました、まあこ,れえー、これに関してはですね日本経済新聞さんの中でも報じられておりますけれども昨日のアメリカ市場は主要株化指数がですね軒並み最高値をね更新してきたということで非常にですね運用リスクを取りやすい環境になって わけですねその中で、えー、午前中はですね結構上がって始まったようなんですけれども中盤からアメリカの株価指数先物が、えー、日本時間9日の取引で南朝に推移してきたというところが、えー、ちょっとお、ね、もしいになったということですね。それから ドル安ですね。円高がもうどんどん進んでいたっていうところで、112円台後半まで下がってきたと、ドル円に関してはですね。なのでそういったところも、えー、輸出関連銘柄の重荷になったということが言われております。今、欧州市場に関しては結構ね、上昇してきて、堅調に動いてるっていうところがありますので、ちょっとね、今日のアメリカの株式市場、今のところはですね、ダウンの CME が、えー、0.3%ダウンぐらいになっていますけれども、今日はですね、23時からパウエル FRB 議長の発言がまたあるんですね。はい。このあたりもしっかりね、注目しておかないといけない なないかというふうに思っております。 じゃあ、ここから仮想通貨関連のニュースを見ていきたいと思うんですけれども、今日ちょっとね、あの、面白いニュースが入っていまして、えっと、コインテレグラフジャパンさんのニュースですけれども、カーボンニュートラルな仮想通貨 ETF、これがカナダで登場するかもしれないという風なニュースになっているわけですね。ビットコインとイーサリアムで2種類の、えー、この仮想通貨 ETF がですね、登場するかもしれないということが言われております。特にこのカーボンニュートラルな仮想通貨ベースの、えー、ETF なんですけれども、これはもう先物じゃないですね。もうビットコイン現物を資産とする、えー 人物 etf の部類に入るわけですね。ただ、あの少し違うのはこのパーパスっていう会社がですね。 え、二つの ETF を開始する予定にしているそうなんですけども、大きく違うのが、環境支援企業のパッチっていう会社とですね、提携するそうなんですね。で、このパッチっていう会社が何をするかというと、仮想通貨のそのパーパスがね組んでいるポートフォリオの二酸化炭素の排出量を測定していくと。まあ、いわゆるマイニングで排出されるこの二酸化炭素の量をですね、測定していきまして、それを除去するソリューションをパーパスに提供すると。まあ、それを除去する方法をですね、パーパスに提供していって、 仮想通貨マイニングより二酸化炭素の量を頑張って削減していこうというふうな取り組みなんですよね。 で、そういった取り組みの中で、まあ当然ながら限界がありますよね。なので、まあ削減できなかった分に関しては、えー、精査されたカーボンオフセットのプロジェクトに投資を行っていくと。で、このカーボンオフセットってまずね、何なのかというところなんですけども、これはですね、あの、日本の環境省の中でもカーボンオフセットとはという,うことがですね、述べられておりまして、まあいわゆる CO2 などの、え、温室効果ガスについて、まずはできるだけ排出量が減るように努力していきますと。ただまあ限界があるので、どうしても排出してしまう温室効果ガスについて、えーその の量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資していくことによって、まあ、埋め合わせをするというふうな考え方だそうですね。もうすでに、まあ、イギリスをはじめとした欧州だったりとか、アメリカ、オーストラリア等での取り組みが非常に活発になっているということで、我が国でもえ民間での取り組みがですね、広がりつつあるということですね。で、そのカーボンオセットの考え方から、環境にいいことをしているえプロジェクトに、まあ、投資をしていくわけですけど、投資するプロジェクト先にはですね、えバイオマスや二酸化炭素除去、えそれから林業、海洋製品っていう えそれから土壌管理。まあ、こういったプロジェクトに投資を行っていくというふうなことをやるそうなんですね。まあ、こういった取り組みがビットコインのね、マイニングなんかにもこう採用されて、どんどん活発化していくことによってですね、イーロン・マスクさんが懸念しているような環境汚染っていうのはですね、食い止めることができると。そうなれば、一歩前進した仮想通貨資料がね、期待できるということになりますので、この取り組みですね、しっかり注目したいのと、イーロン・マスクさんのそのテスラ自動車のですね、ビットコインの受け入れっていうところは、引き続き注目しておかないといけないかなというふうに思っております。 はい、それからツイートをですね、見ていきたいと思うんですが、クリプトクオントのですね、えー、ツイートの中で、BTC の推定レバレッジ比率ですね、これが過去最高の0.2に達しましたということがですね、このチャートとともに、えー、表示されているわけですね。えー、これに関しては、まあ、ここ最近のビットコインの価格上昇に伴って、まあ、ビットコイン投資家の平均的にですね、もうレバレッジをかけていると。で、その割合が0.2に達しているということで、過去ね、もう本当に0.17とか足してもかなり過熱感、えー、伴っているね、 ということをですね、述べられていたんですけれども、それがもう0.2に達しているということで、過去最高の水準まで達しているということですね。えー、かなり過熱感を伴っているという状況は、こういったデータからもですね、よくわかるところじゃないかなと思います。えっ、ー、と、それから今日のオンチェーンデータなんですけれども、えっ、ー、と、今日はですね、パーセントサプライインプロフィットということで、供給されているビットコインの中で利益を上げているビットコインの割合が、えー、どれぐらいのパーセンテージなのかっていうのを表す指標なんですね。で、これを見ると、過去の言われ方としては、90付近に達すると、そこから相場がですね、 上昇しててていいくっていことが言われているんですね確かにこの2013年なんかも90付近から一気に相場がぐーっと伸びてきましたしそれがですね90を超えてこの赤色のラインに達しているうちはですねもうお祭り相場のような感じでねどんどん上昇していくっていう風なことが過去わかっているんですねここもそうですしここもそうですそれから2017年から18年にかけても90を超えた辺りから一気に価格が上昇しだしてこの赤色の付近にずっとと、ね、どまっているうちはですね価格がどん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 上がっていくという風うな動きをですねすることが多いんですけれども一旦押し込まれたんですけれども そこここかからでですすねねままた上昇にに向っっってってていいのの赤色の付近に留まっているということう、ね、過去の傾向からすると、ここから価格がですねまだ一段す、ね、さ、えー、まじく上昇するということが過去の傾向から見ると分かりますので、えー、ここからね引き続き上昇に期待したいところじゃないかなと思います。でやっぱり過去の傾向を見ると、ですね、まあ、ほとんどす、ね、べてのビットコインと言ってもいいですけども、利益を上げている状況から一旦ガクッとね利益を上げているビットコインが下がって、えー、そこからもう一回ですね利益を上げているビットコインが増え出して、 それが救助に達しないっていう風うになった時にですね、相場が反転していくっていう風な傾向が見えるんですね。もうこれ相場でもよくありますけれども、高いところから一旦ね、下に落ちてもう一回上がろうとするんだけれども、直近の高値を超えられないみたいな動き方がですね、過去何回もあるんですね。で、こういうところをしっかり見ていくと、これもですね、今高いところで言いますけども、ここから一旦下がってきて、もう一回上に行こうとしたけど、行けなかったっていう動きを見た時に、大きな相場の転換になるかもしれないっていう風なですね、判断にもなるんじゃないかなと思います。ちなみに直近に関しては、 ここ6万5000ドル付けた直近高値でしたよね。ここから一旦下がってきたと。非常にここって重要な局面だったわけですね。ここから一気に相場を戻してきたっていう動き方っていうのは、過去のこのチャートを見てもですね、ほとんどないんですよね。それだけ今、非常に強いということで、ここからね、一気にこの90を離れて、またね、下がってくるような時っていうのは、相場を大きく反転する可能性があるかなって思いますので、その辺りはね、ちょっと注意しておきたいところじゃないかなと思っています。それからビットコインのですね、小口大口のアドレス数の変化なんですけども、小口がやっぱり復調してきましたね、完全に。 はい、あのこの 0.1BTC 以上だったりとか、1以上、10以上もかなり上昇を見せております。一方で、100BTC 以上に関しては、ほぼですね動きがないということで、そんなに大きな展開にはなっていないんですけども、引き続きやっぱり小口の活況というのがですね見て取れる状況じゃないかなと思っています。それからやっぱり注目したいのは、えー、と取引所のですね残高ですね、これなんですけども、もう軒並みですね下がってきているということで、ついにこの13%をですね割り込んで 12.、12.9%ぐらいまでね残高が、まあ、 減っていいるということでで非常に枯渇しているようなな状況なんですね、えー、これによってまあ希少性が高まって、えー、ビットコインの,、ね、あの,この値っていうのは逆相関のような形で動いていきますけれども価格も一気に上昇していますのでやっぱこれが本当に下がり続けるうちはまだまだ上昇する可能性はあるということでこれも引き続きですね合わせて見ていかないといけないかなというふうに思っておりますじゃあここからですね、えー、そばむずきの方入っていきたいと思います はい。じゃあ、まずはビットコインの、えー、今日は冷やしから見ていきたいと思います。えー、今のビットコインの価格が6万8000ドルですね。え、日本でいうと767万円まで上昇しております。えー、今のビットコインの、えー、相場を見ていくとですね、マック D がゴールデンクロスしそうになっています。えー、それから RSI がですね、えー、どんどん高まってきて、今68ぐらいかな。っていう水準まで上がってきてるんですけれども、過去相場をね、反転していった85付近ですかね。 はい。そのあたり、まあ、もう少し下であれば75とかも、えー、一旦ね、反転されるような一つ目のポイントになってきそうな気がしますけども、そういったポイントにまだまだですね、達してないというふうな感じですよね。えー、短期的なところをちょっと4時間足で見ていきたいと思うんですが、まあ、理想的な展開によってですね、上昇してきて、出来高もちょっとずつですけれども、上がってきているかなっていうふうな感じですかね。 ま4時間足レベルで見ると若干ですね、短期的にはまあ直近ではねかなり高い水準まで RSA が上がっていますので、短期的な調整っていうのはあるかもしれませんけれども、まあ中期で見るとまだまだね上昇していくという風な形状じゃないかなと思っています。はい4時間足で見ると、やっぱり移動平均線からの乖離もかなり大きなものになってきておりますので、一旦調整されて 20MA のこの追いつきをですね、待つような展開っていうのがえこの先ね、訪れる可能性はあるんじゃないかなと思います。ただし中期で見たときにまだですね、上昇平行チャンネルの上限値っていうのは超えています。 で上に関してはやっぱり7万ドルがあっての7万2000ドルとか7万3000ドル付近ですね、こういったところまでまだまだですね狙える余地っていうのは、えー、十分ね考えられるんじゃないかなと思いますので、引き続きやっぱり上目線で押したところは買っていくというふうな相場になってくるんじゃないかなというふうに思っておりますちょっと今日昨日とですね、えー、かなり上昇してますので、短期的なあの調整ですね、これはしっかりね警戒しておかないといけないかなというふうに思っております。 え続きましてイーサリアムですねイーサリアムに関してももうずっと上昇しています非常に強いですね、えー、その中で4時間足レベルで見ると MacD、まあ、もですねちょっと変わりすぎですけれども、まあ、そんなに過熱感を伴って、ね、上げているというよりは本当にじり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 相場を押し上げて売る人がいないどんどん少しずつ、ね、買っていく人が多いと、まあ、そういう風な相場にです、ね、見えるかなと思います、えー、ちょっと日足しで、ね、見ていきたいと思うんですが日足、えー、しで見るとやっぱりこの5日移動平均線がキーですよねこれを規定に上昇していますで以前から言っている通りこのまま行くと やっぱり4900ドル、5000ドルですね、ここが短期的な平行チャンネルと中期的な平行チャンネルの上限値になっていますので、このあたりが一つ、まあ、切り番ということもあって、貯金の目標ポイントになってくるんじゃないかなと思います、えー、ここで一旦ね調整されるような展開、短期的な調整ですけれども、そういったものが出てくるんじゃないかなとは思います、さすがにちょっとね上昇しすぎてますし、他からのまあ N 計算しても、ですねやっぱり5000ドル付近が上限値になるのかなと思いますので、このあたりに達したときには、ですね少し警戒はしておきたいところじゃないかなと思います。 おそらく RSI 的にもですねその,、ま、その辺りまで行くと反転水準である、まあ、80付近とかっていう水準になってくると思いますのでまずは5000ドルそして20 m a なんかの割り抜けをですねしっかり早めに察知しておいて急落には警戒しておきたいところですけども、まあ、短期の話をいくと、まあ、あの一旦調整されたとしてもやっぱり5000ドルはねつけに行くんじゃないかなというふうに個人的には思っておりますそれから XRP なんですがやっぱりです、ね、スウェルに向けて上昇してきたというところは、まあ、本当に例年変わらずですね、まあ、4年連続ですかね 同じような傾向になってきて5年連続ですね、はい、ここからまあどういう風になるかということで、スエルに関しては今日の夜、ですね日本時間でいうと23時から、順次、有名なです、ね、方が登壇されていきますので。 今日のちょっと23時、えー、深夜に関してはですね、一旦まあ過去の傾向から見ると下がるような傾向になりますので、ただね、あの大きな急落には僕は繋がらないんじゃないかなと思っていますけども、一旦この1.1ぐらいまではね、下がっても全然おかしくないような水準ですよね。まだ移動平均線上に反応してきてませんので、今から上昇する中での一旦の戻しっていうのはやっぱり変われ、変わりやすいわけですよね。出来高も徐々に上がってきてるっていう風な状況もありますので、引き続きやっぱりここはね、強いトレンドがまあ生まれてくるという風に考えるのがまあいいんじゃないかなという風に個人的には思っております。1. 1 ちょっとまずいですけどねここがちょっとあのー、転換点かなというふうには思っております IOST に関してもちょっとね直近は強くなってきて5.2セントですね5.3セント抜ければ一気に上値が広がるということは毎日言ってますけどもその見解で特に大きな変化はないかなと思います引き続き5.3セントと4.6セントここをしっかり注目しておくべきじゃないかなと思いますそれから体の枝ですね 直近で、ここの安値切り上げに注目していました、それから出来高のこう上昇ですね、ここにしっかり注目していたんですけども、そこから一気に2ドルを割り抜けて、一気に上昇してきましたね。で、上の今の水準ですね、今が2.27ドルなんですけど、2.3ドルのこの水平線、非常に重たいんですが、これを抜ければね、一気に上がですね広がってきます。ちょっと今の傾向を見ると、やっぱり抜けていってもおかしくないかなっていう風な感じですね。移動平均線全部抜けててていいいますすし、えー、やっっぱりあの出来高ももですね上がってきてるとそれからあれさ の挙動になっておりますので、えー、この2.3を抜けたところからですね一気に上昇が開始されるという可能性はしっかりね考えておかないといけないかなと思っておりますそれからイスタリアムクラシック直近なかなか動きが出ませんでしたけれどもついに動いてきましたで直近ですねレジスタンスされておりましたこの58ドル付近を今のところは明確に抜けました移動平均線も全部今のところは抜けております今60ドルですけれどもここから一気にですね上昇を開始する可能性っていうのはね、えー、見えてきたんじゃないかなと思います、えー、ちょっっとねでできたも直近で上がってきてましたので注目して ていましたが今200日移動平均線も超えていますので。 今日のローソク足でしっかり実体レベルで58付近を超えることができれば大きなですね展開につながってくる可能性が出てくるんじゃないかなと思っています非常にこれは期待したいところですねそれからユニスワップなんですけど直近なかなかですね見れていませんでしたあのずっとごちゃごちゃしていたんですけれどもえついにですね直近この三角持ち円の上限値を抜けて戻してきてまたさらに反発ということで理想的な展開となってきました r s もね徐々に上昇に向かってきて冷やしレベルでもこのかなりですね密集していた25ドル 付近ですここを明確に超えてきましたので、大きな展開がですね今後、生まれる可能性が出てきたんじゃないかなと思います、ここからも移動平均線のですねサポートに助けられながら、やっぱり30ドル、それから30ドルをね超えていくようなフローになってくるんじゃないかなと思っていまして、中長期的に見たこの上昇の平行チャンネルの中線であれば36ドル、上限値であれば54ドルとか、そういったところがですね目指せるような、まさにね初動になる可能性があって、今からの上昇、それから30ドルを抜けた後の上昇ですね、一気に上が開けてきますので、このあたりしっかり注目しておきたいところかな。 ととと思ってておりまますすいいうこでで今日はですね7通貨見ていきました、まあ、引き続きやっぱりアルトコインに関してもですね上昇を続けてきそうな雰囲気になっているわけですけど実はこれ以外にもねモナコインなんかもえちょっとねい,いい挙動になってきてるんですよね、はい、その辺りに関してはまたね明日の動画でもしっかり解説しておきたいと思いますし基本的な、ね、構造としては他の通貨も同じです移動平均線の密集を抜けているそれから上に抵抗ラインがあるんであればそこを抜けたところから一気に上昇っていうのは他の通貨でもえほとんどの通貨で見られているところですのでしっかりまあ欲張らずにですね分割で エントリーしていくっていうのを心がけていただければ結構ね取りやすい相場なんじゃないかなという風に個人的には思っておりますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございます